5の、ブライボーセンスターロード収録。CIX 弟分となる CQ エンターテインメント所属の新ボーイズグループ CQ ルキーズ、メンバーのベクス&アミンを公開。ゲリ、ナヨンからの差し入れを自慢。ブレイブガールズイジョン、表紙モデルを飾ったマキシムバックナンバーが品薄状態に。2017年6月号の注文が殺到。ブレイブガールズの楽曲ローリン一重陰陽譜も発売から4年で1位を記録するなど再注目を浴びている。歌手ソンハエ、俳優ジスに対する攻撃文。やっと認めた。校内暴力は最悪。ことひつきただし。エイプリル・ジンソルに対する暴露文も登場。今回の報道などを見て、ジンソルは過去と変わっていないんだなと思った。シャイニー・ミンホ、女の子から子ジョンヒョンさんを見て誰?と尋ねられる。ミンホ・ジョンヒョンおじさん、ジョンヒョンおじさんは体がちょっと悪くて、いいおじさんと丁寧に回答する姿が話題に。